日本兵庫県伊丹市伊丹市役所伊丹市役所は、日本の地方公共団体である伊丹市の執行機関としての事務を行う施設。現在の伊丹市役所本庁舎は、1972年に竣工した3代目となる。1960年代に大阪市や神戸市のベッドタウンとして、伊丹市の人口が急増し、現在の中央3丁目にあった2代目庁舎が手狭になったことから、戦争のため池を埋め立てた跡地に建設された。市役所の移転に合わせて、行基町にあった伊丹市立図書館が本庁舎裏手に移転し、図書館を挟む形で、伊丹市立博物館と中央公民館が開館している。このうち、市立図書館は2012年に宮の前の3代目本館へ移転し、建物は防災センターへ転用された。移転から半世紀近くが経ち、特に2018年6月18日の大阪府北部地震では、本庁舎6階の天井パネル約20枚が落下するなど耐震基準を満たしていないことが大きな問題となっている。現市庁舎の老朽化が進んでいることから、2010年代前半より、藤原康之市長の主導で4代目となる、新市庁舎への建て替えが計画され、2018年11月30日に、伊丹市新庁舎整備事業実施方針が策定された。現在地での建て替えにより、事業費は約135億円が見込まれ、2021年の竣工、2022年度中の供用開始を目指している。同時期には、市役所に隣接する兵庫県に伊丹庁舎が、阪神県民局の本局として、業務を開始する予定である。市役所玄関前には1985年から、近畿地方を拠点として活動していた、彫刻家集団、環境造形9の作品、白鳥の泉が設置されていた。しかし、新庁舎への建て替えに際して、耐震性の面で、安全と言い切れないことと重量の面から移設も困難であるとして、金葉地公園など、また、市庁舎の建て替えに先立ち裏手にあった中央公民館は廃止され、金葉地公園内にある労働福祉会館、青少年センターへ統合されることになった。合わせて、図書館本館の移転後も市役所裏手に止まっていた博物館は宮の前文化の里の日本庭園内への新築移転が予定されている。本庁舎屋上にはコミュニティ放送局である伊丹コミュニティ放送の送信所が置かれている。いずれも本庁舎敷地内で近接。1940年に伊丹市が市政を施行した当初の伊丹市役所庁舎は大字伊丹字高野町にあり、かつてのこの駅会所を転用した木造2階建てであったが1954年に火災で焼失し、翌1955年に鉄筋3階建ての2代目庁舎が同じ場所に建てられた。現在の市役所庁舎について大阪北部地震、伊丹市役所で天井パネル落下街路灯も傾き、壁は枯れ、兵庫県内でも被害。産経新聞ニュース。https://www.sankei.com/west/news/180619/wst1806190026-。熊健吾建築都市設計事務所を特定、新庁舎整備工事基本設計の公募型プロポ、伊丹市。建設ニュース。https://www.constne 前川茂之。阪神県民局本庁舎は、伊丹に県が方針案発表。神戸新聞ネクスト。https://www.koube-np.co.jp/news/sougou/news/0019127-0012919977489.s2010年12月18日閲覧。撤去始まった伊丹市役所前の巨大彫刻制作者と市が対立。神戸新聞ネクスト https://www.kobnp.co.jp/news/hin/01904/012090115.html2019 年6月8日閲覧。伊丹市、公共施設を再配置へ利用しやすさ向上を目指す。神戸新聞ネクスト https://www.kobnp.co.jp/news/hin/01903/012122839.html2019 年6月8日閲覧。FM 伊丹の会社概要、足立文明、第10章地名が語る伊丹の歴史伊丹郷町と、その周辺。ありがとうございます。